小富木外務大臣の死1犯人は芸術家で探偵は批評家であるという言葉は皮肉といえば随分皮肉ですけれどある場合に探偵たる者は芸術批評家であるということを 決してて忘れてはならぬと思いますと松島隆三氏は言った「例のごとく私が松島氏の探偵団を聞くべくその事務室を訪ねるとふと英国文豪トーマス・ド・キンセイの美術としての殺人」という論文が話題に上がりにわかに死はその鋭い目を輝かせて語り出したのである。 あなたはむろんフランスの某国務大臣が皇后の秘密の手紙を盗んだのでパリー警察の人々は一生懸命になって大臣の居室の隅から隅まで探したけれどどうしても見つからないで弱っていると素人探偵オーギュスト・ジュパンは 警察の人々のやり方を批評して「大臣が詩人であることに気がつかぬからいくら探しても駄目である」「大臣はその手紙を普通の人が隠しそうなところへは決して隠してはおらない」「最良の隠し方は実は隠さないでおくことだということを大臣はよく知っているのだ」 と言ってやすやすと手紙を取り返してきますが殺人でもそれと同じことでして数多い殺人者の中には立派な殺人芸術家がありますから探偵たる者は決してそのことを忘れてはならぬと思いますさもないと犯人の捜索は不可能になり事件は 迷宮にに入りがちになるのですしかし犯罪学の上から言うと一般に無頓着に行われた殺人の方が計画された殺人よりもかえって探偵するに困難だという話ではありませんかと私は反問した無論そうです。計画された殺人ではいわば 犯人の頭脳と探偵の頭脳との戦いですから探偵の頭脳さえ優れておればわけなく犯人を逮捕することができますこれに対して無頓着に行われた殺人は万事がチャンスによって左右されるのですから難しい事件になると随分難しいですけれどその代わり容易な場合にはあっけないほど容易です ところがもし犯人が文字通りの殺人芸術家であって故意に無頓着な殺人を行ったとしたならばそれこそ難中のの事件となるのです。故意に無頓着な殺人を行うとはどんなことを言うのですかつまり、 意識してて、ととなな、なをををここうでです。す。にええば、のみることです私は松島氏の説明が十分腑に落ちなかった「そういうような実例があるものでしょうか?と」と私は尋ねた。 たくさんあります一昨年問題となった李外相暗殺事件もその一例です私の頭の中に一昨年9月21日の夜に起こった外務大臣暗殺事件の記憶がまざまざとよみがえった当時多数の権議者が降印されたけれども証拠不十分で放免されその後数ヶ月を経て 内閣が更迭したのでついに事件は迷宮に入ったまま今日に及んだのである私は松島氏の言葉を聞いて氏が意外な例を引用したのにすこぶる驚いたのであるけれどあの事件はまだ犯人が分かっていないのですから果たして殺人芸術家の仕業かどうか断言できないではありませんか 松島氏の唇にはほほ笑みが浮かんだ実は犯人は分かったのですよえと私は驚いて思わず松島氏の顔を見つめたびっくりするでしょう内閣が更迭したのも犯人が知れたためです そうして犯人の名は正式には発表されなかったのですその犯人の名をあなたはご存知なのですか知っていますとも実はその犯人が知れたのは私があの事件に内密に関係したからだと言ってもよいのです私は、 好奇心のために行き詰まる思いをした私は松島氏に向かって是非その探偵の顛末を聞かせてくれと頼んだお話しいたしましょうその筋の人はもう大抵知っていていわば公然の秘密といってもよろしいからお話しても差し支えないと思います犯人の名を知っている人の中でも 私があの事件に関係したことを知っているのは非常に少ないと思います。2> 2. 1900×× 年9月21日の夜、李外務大臣の官邸で盛大な晩さん会兼舞踏会が開催された。この会合は、 ある重大な政治的外交的の意味を持って行われたのであって当夜は首相をはじめ各国務大臣夫妻各国の施設夫妻そのほか内外の関係が招待されて一同に集まることになったその日は朝から空模様がすこぶる不穏であって夕方から風雨が激しくなったがにわかに延期することもならず会はそのまま開かれた。 しかし招かれた客は一人も欠席せず所定の時間にはいわゆるきらシのごとく着飾った婦人たちと夜会服に身を固めた男子たちが雲のごとくに集散した古外の剣豪たる状態とは反対に古内では順序よく晩餐が終わってやがて舞踏会が開かれた還元楽の響きは さすがに風雨の音を圧迫して陥落の空気が広いホールの隅から隅に漂った白昼のごとき伝統の光は無数の宝石に反射してポーの作赤き死の仮面のあのダンス場の光景を思わしめるほどであったと突然伝統が消えてホールの中は真の闇となった。 すなわち強風のために起こった停電である30秒1分依然として伝統はつかなかった音楽は止んで人々は息を凝らしたその時ホールの一隅にパッと一段の火が燃えてドンという音がした ヒューという古外の風の音とともに23人の婦人は黄色い叫び声を上げたついでドサドサ人々の走る音がした外相官邸はガスの装置が不完全であったから電気の通ずるまで待たねばならず従って何事が起こったか少しもわからなかったおよそ5分の後数人のボーが 手手に手にランプを運んできた。そのランプの光によってホールの一隅に起こった恐ろしい出来事が明らかにされたすなわち当夜の主人公たる D 外務大臣が胸部をピストルで撃たれて椅子から滑り落ち床の上に仰向きに倒れていたのである。 ちょうどその時外相は首相と米国大使と相警視総監と四人で雑談にふけっていたのであるからいわば外相暗殺は皮肉にも警視総監の眼前で行われたわけであって平素・冷静そのものと言われている総監もいささか狼狽したらしく外相を抱き上げて口に手を当てたり脈拍を検査したりしたが外相はすでに絶命していて いかかんとともすることができなかった。ちょうどその時パッと電灯がついて真昼の明るさに帰ったがあまりに恐ろしい出来事のために人々は散々午をより集まって小声でささやき合った暗殺の行われた時ホールの反対の隅にいた外相婦人は直ちに駆けつけ「平素女上部」といわれているだけに少しも取り乱すところがなく しばらくの間外相を介抱していたがもはや助からぬと見るや警視総監と相談してとりあえず官邸の内外を厳重に警戒せしめ総監は自ら警視庁へ電話をかけて現場捜索その他の手順を命令した前後約10分間停電していたため犯人が強行後逃げ出していったという可能性は十分あった しかし停電は外傷鑑定ばかりでなくその付近一帯にわたっていたから停電が起こってから犯人が外部から侵入したものとは考えがたく犯人は変装して客となって入り込んでいたかあるいは現にホールの中にいる客のうちの一人かもしれなかった警視庁から駆けつけてきた捜査係もただ外傷が自殺したのでなく 多殺されたのだとという事実を確かめるほか、かめるるほ何の得るところがなかった。検視総監は首相及び内相と吸収して形式的にでも来賓の身体検査を行うか否かを相談したがことが外交の機微に関係していることとて差し控えることとなったかくて人々はいずれも暗い気持ちを抱きながら だだんだん激しくなった風雨を犯して帰っていった愛総監は捜索の人々と共に進行まで外相官邸にとどまって今後の捜索方針を疑義したが犯人捜索の責任は自分の送検にかかっているのでさすがに興奮の色をその顔に浮かべていた3 局部的解剖の結果、外傷の心臓から1個のピストルの弾丸が取り出されたその弾丸はアメリカ製のものであると分かったが日本へはたくさんアメリカ製のピストルが輸入されていることとで、強行に使用されたピストルそのものが発見されぬ以上何の手がかりにもならなかった強行の現場には何一つ物的証拠はなく したがって外相暗殺はパーフェクトクライムといって良いものになった物的証拠の何一つない場合に犯罪は当然動機の方面から観察され捜索される中には外相は首相の身代わりになって殺されたのだという説をなすものもあったがまず外相自身を中心として考察するのが順序であった。 外相は後人であるから、殺人の動機は当然公的と私的との2方面から研究すべき必要があったそのうち私的の方面については夫人の知っている範囲では何一つ心当たりとなるものはなかったこれに反して公的には大使問題大米問題大炉問題など考慮すべき事情がたくさんあったので 警視庁ではまずその各方面を厳重に取り調べることになりその結果嫌疑者を数人認知するに至ったがいずれも暗殺当夜の行動を明白に立証することができたので事件は迷宮に入ってしまった外傷暗殺後約1ヶ月を経ても何ら捜索上に巧妙を認めなかったので新聞はしきりに警察の無能を攻撃し 警視総監は非常に興奮して大いに部下を特例したがやっぱりダメであった総監は兵糸犯罪学に興味を持ち難事件などは自分で捜索して意見を立てるほどの人であって今度の事件は自分の眼前で行われしかも外傷暗殺という重大な事件であるにかかわらずどうしたわけか捜査が思わしく発展しなかったので。 興奮するのも無理はなかった。ちょうど警察の方で弱りきった時松島隆三氏が外相夫人から犯人捜査を依頼されたのであるリー外務大臣がかつて駐英大使としてロンドンに滞在していた頃松島氏は外相夫妻と婚姻に交際していたことがあるので夫人は同氏に内密に捜索を依頼したのである。 松島氏は従来警視庁の探偵たちにとっては苦手であって警視庁では創刊はじめ松島氏の非凡な頭脳を常に恐れているのであるから今この警視庁の持て余した事件を松島氏が引き受けるようになったのもいわば運命の皮肉というべきであった松島氏は外相夫人に依頼される前にすでに 自分一人の興味のためにこの事件を研究していて、到底人情一様の手段では犯人を捜索することができると信じていたので、夫人に依頼されたときそのことを告げて一様辞退したが、夫人は夫を犬死にさせたくはありません。できないまでも、とにかく手をつけてみてください」と泣くばかりに懇願したので、松島氏は。 熟考の結果それでは私が従来試みたことのない探偵方法をやってみますからその取り計らいをしてくださいますかと言った「どんなことでもできるならいたします」と夫人はうれしそうに答えた松島氏の言うところによると強行後1か月を経た今日現場捜査をしたところが 何も見つかるわけがないからそれよりも当夜の気分をもう一度発生せしめてその気分によって判断を下したいそれには当夜集まった客のうち日本人の男子だけでよいから適当な夜を選んで30分ほど官邸へ集まってほしいしかもそれはごく内密にしてほしいというのであった夫人は それくらいのこと答えて松島氏の要求を首相に相談すると首相も大いに同情してその手順を負ったのでいよいよ10月下旬のある夜松島氏の探偵実験が外相官邸で行われることになったのである李外相の死後首相が外相を兼任したので外相官邸は当分の間 前外相の家族によって住まわれていた首相のお声がかりだったので十数人の人々が所定の時刻に参集した全くの秘密だったのでこの夜のことはもちろん新聞などに記載されなかった人々は半ば好奇心を持って来廷したが中にも警視庁の人々は相相関をはじめとして 松島氏がどんなふうに犯人推定を行うかと胸を躍らせて待ち構えたやがて松島氏は人々にホールの中へ入ってもらい外相の殺されたところに首相と相警視総監に千夜のように着席してもらった人々はどんなことをするのかと固唾をのんだがその時首相から2件ほど隔たって立った松島氏が 左の手をげると、その途端に夫人の手で電灯が消されて真っ暗になり次でパッと一段の火が燃えたかと思うとドンと音がした松島氏がピストルを撃ったのである実験とは言いながらさすがに人々は肝を冷やしたがほどなく再び電灯がついて 首相にも愛警視総監にも何の異常もなかったのでほっとした総監は過去1ヶ月間の辛労によってその方にやつれが見えたが電灯がついた時いかにも寂しそうに笑って首相と顔を見合わせたどうです得ると首相は立ち上がりながら訪ねた。 松島氏は軽くえしくした人々は何を言い出すかと一斉に松島氏の口元を見つめた松島氏はその時極めて落ち着いた声で言った実に難事件ですあまりに隙のない完全な事件ですから欲を言えばたった一言をかけておりますえ 何か事件に欠点があるというのですかと愛相関は尋ねたそうですいわばこの事件にはたった一つ大きな手ぬかりがありますと言って松島氏はニコリと笑いさらに言葉を続けたそれに犯人もたった一つ 手抜かりりをしております4。不思議な実験によって事件そのものに大きな手ぬかりを発見し犯人の手ぬかりをさえ見つけた松島氏も犯人そのものを見つけることはできなかったと見えて一月を経、二月を過ぎてその年が暮れても D 外相暗殺の犯人は逮捕されなかった松島氏は外相夫人に向かってただこの上は自殺を待つより他施すべきすべのないことを告げいつかは犯人の知れる時期があるであろうという儚い希望を与えるに過ぎなかったそれにしても松島氏の見つけた事件の大きな手抜かりとは何であろうまた犯人は どんな手抜かか。りをしたのであろうか実験の当やそれについての首相の質問にさえ答えなかったくらいであるから無論外相夫人にも告げなかったが相総監はじめ警視庁の人々は何とかしてそれを知り出さねばならなかったで総監はそれについて非常に昇進したらしかったが松島氏の頭脳にはかなわぬと見えて部下の人々のうちでも 松島氏の発見した二か条の手ぬかりを発見する者は一人もなかった明くる年早々愛総監が半身不随にかかった旨がほうぜられた世間では外傷暗殺犯人の出ないことを心通したためにそのような病気を起こしたのであろうと大いに同情する者があった松島氏も同情組の一人であって たおりがあったら一度総還を見守ろうと思っていると2月の初めのある寒い夜総還の鑑定から「総還がぜひお目にかかりたがっているから即刻来てくれ」という使者が来た事情を聞いてみると総還は数日前より肺炎を併発し主治医から「回復の見込みがない」と宣言されたので。 息のあるうちにぜひ松島氏に会って聞きたいことがあるから訪ねてくれというのであった松島氏は早速身支度をして向かいの自動車に乗ったその夜はことさらに寒くて空から白いものがちらちら落ちていた総監の鑑定は見舞いの客でにぎわっていた主治医に案内されて松島氏が病室に入ると 中央に据え付けられたベッドの枕元に夫人と看護婦とが椅子に腰掛けて病人の顔を心配そうに眺めていた総監は頭に氷のを当てて苦しい息遣いをしていたが松島氏の顔を見るなりにっこりと寂しく笑ったわざと薄暗くした伝統の光に照らされたその顔は非常に青白く唇は 少しく紫がかった色を呈していた頬は著しく痩せこけて濃いひげがかなりに伸びていたので久しく会わなかった松島氏には別人のように思われたやがて総監は主治医と夫人と看護婦とに別室に退くよう命令した婦人は気づかわしげな顔をして躊躇していたが総監が「 苦しい息の中からさらに厳格に命令したので名残惜しそうに立ち去った松島さん」と総監は細いしかしながら底力のこもった声で言った松島氏は軽く礼をして枕元の椅子に腰を下ろし総監の方へ顔を寄せた私は。 外傷暗殺者の逮捕されないうちは死んでも死にきれません松島氏は黙ってうなずいたあなたにはもう犯人の見当がつきましたか松島氏は軽く頭を横に振ったいや 特権灯がついているはずです」と総監は目を輝かせた。室内は静まり返って、暖炉の上に置かれた金だらいの水が軽く音を立てて湯気を発散していた。「いえ、まったく検灯がつきません。しかし、あなたのような鋭い頭の人が」 今日ままで手をてて見ているはずはずありません。ところが私はこの事件を引き受けた当初からとても犯人逮捕は難しかろうと思いましたすると犯人の目星がついていても犯人の逮捕だけができぬというのですか犯人の目星さえつかぬのです 総監は潤った目を持ってしばらく松島氏の顔を眺めたあなたは隠しておりますと総監は声を絞り出すようにしていった決して隠してはおりません総監はしばらくの間苦しい呼吸を続けた雪が ガラス窓を打つ音が聞こえだしたでもあなたはこの事件に大きな手ぬかりがあると言ったではありませんかと総監は穴の枠くほど松島氏を見つめていった松島氏はニコリと笑ったそれはそう言いましたそれに犯人も たたった一つ手ぬかりをしていると言われたではありませんかそう申しました。それですよ。私はその言葉からあなたが犯人の目星をつけられたに違いないと思いました。私はその言葉をいろいろと考えて、 どこに事件の手ぬかりがあるかまた、犯人がどんな手ぬかりをしたか見つけたいと思い。部下を特例して大いに研究させたのですが、どうしてもわかりません。外省を暗殺しを、逮捕せねばならぬ責任上、私は、 あなたからその言葉の意味が聞きたいのです。その言葉を聞かぬうちは死んでも死にきれないのです。兵曹、冷静そのものと言われた総監が病気のためとはいえ過ほどまでに気の弱くなるものかと松島氏は不信に思うくらいであった。 責任観念の強い人とは聞いていたが自分の発した言葉の意味を聞かぬうちは死んでも死にきれぬというくらい事件のことを心配しているかと思うと世間ではとかく評判のある相関に対して松島氏は好意と同情をを持たた。ざるを得なかった前に述べたように松島氏はあの2つの言葉の意味を何人にも説明しないつもりであったが 死に瀕している人の頼みを拒絶するのは残酷であると考えてその言葉の意味を告げようと思った私は今回の事件の経過を観察した時尋常一様の暗殺者の仕業ではないと思いました犯罪が極めて無造作に行われておりながら犯人の見つからぬのはその無造作が。 深く計画された無造作であると思いましたすなわち犯人は犯罪芸術家としての天才です天才の作品に向かっては批評家たる探偵はただ狂嘆の言葉を発するよりほかありませんでもあなたはこの事件に大きな手抜かりがあるというではありませんか そうです。しかしその言葉は事件を批評した言葉ではなくてむしろ事件に驚嘆した言葉です総監は不審そうな顔をしたこう申すとあるいはお分かりにならぬかもしれませんつまり当夜の事情を再現した結果犯人の天才に驚いて「早くその てかかりを聞かせてください。苦しくなったからつまり私はこのぐらい完全な事件でありながら犯人の知れぬのは大きな手ぬかりだと申したのです送還はニコリと笑ってさもさも安心したというような顔つきをして目を塞いだその時松島氏は その顔色を見てぎょっとした。すなわち今初めて総監が自分を呼び寄せた真意を見抜いてギョッとしたのである松島氏は驚きのため息詰まるように感じた総監が自分の言葉を聞きたがったのは責任観念のみのからしめたところでなくもっと大きな動機があったのだと知って 松島氏は恐怖に近い感じを起こした見ると総監の唇は暗視色を帯び顔に苦悶の表情が現れたので松島氏は隣室に退いた人々を呼びに行った婦人を先頭に主治医と看護婦とがあたふた駆けつけ主治医はとりあえずカンフル注射を3回総監の腕に行った総監は目を開いていたが 辺りの人の存在に気づかぬもののごとく松島氏を見つめていったしかししかし犯人の手ぬかりとは何ですかやっと聞き取れるか取れぬくらいの細い声であった松島氏はこの質問に答えることをちゅうちょして 主治医の顔を見た脈拍を見ていた主治医は夫人に向かってもう絶望だという合図をした松島氏はそれを見て一層返事をすることを苦痛に思ったしかし創刊はその言葉の意味を聞かねば死にきれぬのであるいかにもその言葉の意味を聞かねば死にきれぬということを松島氏は たったとえそれがどんな恐ろしい意味であっても送還にだけは聞かせねばならぬと思ったそこで松島氏は送還の耳元に口を寄せ他の人々には聞こえぬくらいの声でささやいたたった一つの手ぬかりというのは犯人が臨終のとこへ探偵を呼び寄せて 手ぬかりの意味を尋ねたことです。5総監は私の言葉が終わるか終わらぬに説明しましたと松島氏は語ったもはや申し上げるまでもなく D 外務大臣暗殺の犯人は i 警視総監その人だったのです。 私がこの真犯人を知ったのは送還が第一の言葉の意味を聞いて安心して目を閉じた瞬間でした私がこの事件を研究した時犯人はよほどの天才だと思いました従来の暗殺の歴史を考えてみましても犯人が知れるという事件はさほどたくさんはありませんしかも警視庁であれほど熱心に捜索してもダメだったのは もしや当や招待された官犬の一人が犯人ではないかという疑いだけは持ちえましたがその疑いだけが何の役に立ちましょうそこで私は「天才的犯罪者に向かっては芸術批評家として行動せねばならぬ」と思いました一般に芸術家は全ての批評家の言葉を非常に気にするものです ですから私は「外相暗殺」という芸術的作品に向かって批評を試みようと思ったのですそこで私はその批評の言葉を犯人の耳に入れんがために首相をはじめ多くの人々に官邸へ来てもらってああいう芝居をしたのですあの芝居には何の深い意味はなくただ私の批評の言葉を 一層切実ならしめめるたただったのですああすればたとえ犯人がその場にいなくてもいつかは犯人に私の批評の言葉が伝えられるに違いないと思いましたで私はわざと事件に大きな手抜かりがあると申しましたそうすれば芸術語る犯人はきっと私自身からその意味を聞きたがるに違いないと思いました それがために犯人が私に接近してくればやがてそれが犯人の手ぬかりになると思って第二の言葉を発したのですあの芝居を行った時には無論誰が犯人であるかを知る由もなくああしておいてそのあと犯人が私に接近してくる時節を辛抱強く待っていたのです果たして 私の予想は当たりました。しかし犯人が総監自身であろうとは全く意外でした外相夫人に尋ねても総監自身を疑うような動機は一つも見当たらなかったのです藍警視総監の遺書によると総監はある陰謀を企てそれを真っ先に外相に知られてしまったので。 機をを待って外相を殺したのですがああいう華やかな機械を選んだのはさすがに犯罪研究者だけあると感心せざるを得ません総監の遺書の詳しいことは私も存じませんがそれが内閣の総辞職の導火線になったことは事実であります。